高広。読売ジャイアンツの鈴木高広。お前何やってんだよ。お前日本シリーズ直前に急に退団とか言い出すから、一体何事かと思ったら、高広。お前やっちゃったんだって。高広。お前不倫しちゃったんだって。お前ほんと何やってんだよ。片岡コーチの嫁じゃないんだからさ。ダメだろ、それは。しかもお前よくよく調べてみたら、ただの不倫じゃなくて、相手にも旦那と子供がいる、ダブル不倫らしいじゃねえか。お前ダメだろ、それは。ダメに決まってんだろ。確かに高広、お前は現役時代、類を盗む仕事で飯を食ってた。その技術は、俺も素晴らしいと思うし、みんなも素晴らしいと思ってるはずだ。でもお前、他人の奥さんをスチールしたらダメだろ。他人の奥さんだぞお前。稲妻じゃないんだぞお前。人妻だぞ。稲妻継承せずに人妻継承してどうすんだよ。しかもお前席もまだ残ってんのにさ、ウェディングドレスとタキシード着た写真とか出てきたんだって？高広、お前らもう完全に家庭壊しに行ってんじゃねえか。まあ、それもダブルスチールどころか、もうホームスチールだろ。高広、本当に足が速いのは誰もが認めるところだったけど、まさかお前、手も速いとはな。まあ、すぐ退団したから、結果的に逃げ足は速かったんだけどな。もう走塁 A だよ。高広、まあ、こんな大事な時期に、チームもファンもすげえショックだよ。電撃ニュースだよ。そこはちゃんと稲妻なんだな。でもな、高広、俺、お前の気持ちもわかる気するよ。夫婦仲、うまくいってなかったんだよな。それで、仕方なかったんだよな。でもな、高広、世の中は皮肉なもんで、不倫にも笑える不倫と、笑えない不倫ってのがあるんだよ。高広、お前の不倫は、どっちかっていうと、笑えない。元阪神の和田監督の不倫見てみろよ。みんな逆に笑顔になってるだろ。あれが笑える不倫なんだよ。まあ、どうせやるなら、ああいう不倫してくれよ。まあ、どっちもクソだけど。とにかく高広、お前、ちゃんと本業で盗んでみないか。俺は、お前を救いたい。お前も反省しているなら、自慢の足で、二刀、三刀、本刀、すべて盗塁決めてみろ。それでお前の足の速さを、もう一度、日本中に見せつけてやるんだ。というわけで、高広、玉川のグラウンドで、待ってるからな。
高弘、鈴木高弘、お前よく決めたな。まさか本当にホームスチールを決めるとは。いやー、さすが足のスペシャリストだ。そんなわけで高弘、しばらく表舞台には出にくいかもしれないけど、形式的なことはちゃんと済ますんだぞ。わかったな。そしたら最後に、お前の技術を一つだけコーチングしてほしいことがある。これは視聴者も同じことを教えてほしいと思ってるはずだ。高弘、人妻ってどうやって落とすんだ。